はい、続いてユニットのもしもを設定してみんなで考えていく翼イフのコーナーです。はい、今回のお題はこちら。もしもシーズが無人島に行ったらです。はい、はい、私さ、これさ、うん、めっちゃ家で考えててね、一個考えたやつがあってね、聞かせて聞かせて。みことがね、うん、魚を釣るって言って魚を取ってくるわけよ、うん、でもそれがやっぱ無人島だから見たことない魚なわけよ、うん、で、なんでこんな毒を持ってそうな魚を釣ってきたんですかって日香が言って、危ないからやめましょうって言うんだけど、みことが、うん、でもこんなに可愛い顔してるんだから毒なんて持ってないよって言うのよ。で、日香が、いや、そこは関係ないと思いますけどって言って、ちょっと私が捌くので、ちょっとみことさんはそこにいてくださいって言って、もうスパスパ捌いて、うんうん、これは食べられそうですねって言って、魚パーティーをするっていう。捌いちゃうのね。あれないって言ってたのに、捌いちゃうの、ね、私がやりますって言って、こう、なんか毒をチェックしてくれそう。おー、捌いてくれそうだなって。すごいね。なんかできそうじゃない？そうね、なんかこう、何、趣味にさ、うん、家庭のなんか、うんうんうん、あれが出てこないんだけど、なんか料理したりとか、そうそう、 得意やね、得意だから、サバ味噌とか作れそうじゃん。作れそう作れそうだよね。なんかね、美味しいご飯作れそうだよね。作れそう、和食とか得意そうだから、うん、なんか、ね、そういうのできそうかなって思って。だってね、審査員さんのことをサンマとか味噌汁とか言っちゃうから。サンマ焼けるってことだよ。焼けるよきっと。すごい、なんか食べるのもうまそう、うん、綺麗にね、綺麗になんか骨だけ残して、ね、最後ね、わかる。ぐしゃぐしゃにしそうやな、見事なんか食べれてそうかな、難しい、ね、なんか、あ、でも骨はなんか食べちゃいそう、小骨とか。確かに、もうなんかでも食べても死なないからって。確かに、逆に、うん、もう丸ごといきそうなんかでかい骨、ね、もういいでしょ、大きい骨だけ取って、うん、全部行きそうだね、あとは食べれるから大丈夫みたいな。大丈夫、噛めば大丈夫だよ、食べそう、ね、あ、なんか、うん、無人島にこう、うん、突然なんか漂流しちゃって行っちゃったんならできないかもしれないけど、うん、なんかこう準備が日かすごそうだなと思って。すごそう、なんか家とか作りそう宿みたいな、なんかすごそう。あ、そういうことじゃなくて、すごい大きい大荷物でってことね。そうそうそう、大荷物のリュックでなんかいろいろ図鑑とか出てきそう。これは食べれるものが載ってる図鑑でみたいな。なんか、無人島に来たんだよねみたいな、ただのキャンプみたいになっちゃいそう。めっちゃキャンプ仕様みたいな感じ。帽子かぶってね。全然これでかわいい、テントも持ってますみたいな。あるんで大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。味方さんはそこに座っててくださいみたいな。かわいい。せっせかせっせか、こういう自由で、ね、こうあのね、焚き火をね、うんうんうん、こうやって火起こしとかで、火起こしして、火起こしセットとか持ってきそうだよね。火もうライターとかもさ、持ってきそうだよね。もはや火打ち石とかじゃないよね。もうライターかさ、ライターとかでね、チェッカーマン持ってそう。いや、面白いねこれ。そうだね。いや、いいわ。いや、他のプロデューサーさんにも考えてもらいたいね、これね。考えてほしい。どういう風に日香と美琴が動くのが想像されるんだろう。なんだろうな何があるかな。無人島に私そもそも行ったことがないからさ、まあ、そうね、行ったことある人あんまりいないよね。そうだよね、そうだよね、そっか、そりゃそうだわ、うん、みんなないよね、うん、何があるか分かんないんだよね、うん、何もないんだもんね。なんかイノシシとか出てくるかな。ね、なんかもうヘビとかも出てきそうです、ね、うわー無理だ。あ、ヘビ嫌い、ダメだね。あ、そっか、ダメだわ。え、トカゲとかは、あ、ダメダメダメ。もう爬虫類系は全然ダメ。あ、全然ダメ全然ダメだよ無人島向いてないね向いてないね。大丈夫だ、逆に大丈夫だった。うん、爬虫類好きなの。ヘビじゃ掴めたりすんの。大丈夫、全然。こういうのとかできたりいけると思う。こういうのってね、今の首にね巻く通じなかったり。そうだよね、首に巻けるってことだと思う。大きいさ、ヘビをさ首にこうかけてのやつだよ、うん、かけたことはないけど、ヘビ全然可愛いって思える。可愛いんだ、うん、なんかね、目をよく観察してみてほしいんだけど、目がね、まん丸でなんかすごいつぶらな瞳なの。へ、爬虫類って嘘でしょって顔してるけど、そう、そうなのよ。うん、そっか。さすがにね、毒とかあるとね、触っちゃダメだけど。あ、毒があるヘビもあるんだね。うん、あ、そうなんだ。ん、そっから知らないヘビのこと何も知らない私毒があるヘビなんているんだね。いるよ。なんかほら、ハブとかマムシは毒持ってるやつとかです。あ、ハブとか私なんかと勘違いしてた。ヘビじゃないと思ってた。わかんないわかんない、うん、マムシもヘビだもん ね。危ないのもきっと無人島だったらいっぱいいると思うから、ね、確かに絶対いけない。さ、うん、砂浜、うん、海のさ、うんうん、潮とさ、うん、砂の間にしか住めないもん多分
そこなら安全そうじゃない。でもさ、なんか満潮とかなったら埋まらない？埋まるね。びしょびしょだよ、寝てる間に水、ごめんごめん、蹴っちゃった。水がシャーってきちゃうよ。水がきちゃうわ。まあ、ね、まあ、いろいろ話が盛り上がりすぎてしまったんですけど、はい、もうそろそろね、はい、翼イフはここまでにしたいと思います。はい、はい、じゃあ翼イフのお題、そしてふつおた、まだまだお待ちしています。